ラスコレーは、ソマリア北部、サナーグ州の港町。ラスコレーの周辺は、ラスコレー地区とされている。プントランドソーマリランド紛争の係争地の一つ。缶詰製造で著名だったが、今は停滞している。ラスコレーの住民は8400人。主な住民は、ダロット氏族、ワルサンガリ氏族。周辺のラスコレー地区全体を含めた人口は34724人。 ラスコレー市の西にあるラスコレー地区、ワクダリア町の主な住民は、イサック氏族、ハバルヨニス氏族のウルルスゲ氏氏族と、ナロット氏族、ワルサンガリ氏族のジブリルサイード氏氏族。ラスコレーには古く使われなくなった建物が残されており、20世紀にロシア人が作ったもの、数世紀前に作られたものもある。ラスコレーは、昔から家畜、魚、農産物、 入港などを輸出していた。入港の原料となる防水エリア桜の西源がラスコレーである。一方で米、小麦、砂糖、衣類などを輸入していた。ラスカーの缶詰なの缶詰が著名であり、ラスカーが商標同様に通用している。1970年にソマリア政府が漁船用の桟橋を備えた魚の缶詰工場を建設し、 ラスコレーの主要産業となった。ツナのほか、輸出用にフカヒレも取られる。ソマリア内戦で停止していた工場は2001年に再開したが、間もなく閉鎖された。2007年に施設を近代化して再開した。この時には、漁師と工場労働者で2800人がいた。8月12日には、アラブ首長国連邦のドバイの会社ホットマン、トレーディングカンパニーが、 ラスコレーの工場全体を買収している。2008年3月には外国船が魚を取り尽くしてしまったとして工場が閉鎖されたことが報じられている。2012年にはイエメンとアラブ首長国連邦に輸出している様子が報告されている。2019年には偽物が出回っていると BBC が報じている。ラスコレーの缶詰工場は2021年4月時点では 停止した状態である。ラスコレコー港の古いサンバシラスコレコー港は14世紀からアラブとの交易に使われていた。嵐でサンバシが破壊したが、当時のソマリアはソビエト連邦と友好関係にあったので、1972年にソ連が修復して軍事設備としても利用した。1970年にはソマリア政府が漁船用のサンバシを備えた魚の 缶詰工場を建設した。ラスコレ港には、同流定式の産橋設備があった。しかし、ソマリア内戦のため、輸出は滞るようになり、ラスコレで取れた農産物も,もソマリア国内向けとなったため、港湾設備は荒廃した。また、東のボサ村の港が整備されたため、港の重要性も低下した。2011年の報告では、 ラスコレー校の修復2400万ドルが必要であると試算されている。プントランド政府による再建プロジェクトが予定されている。ゲールドラ道路1970年代後半、バファンと結ぶ道路としてゲールドラが作られた。イギリス統治時代、イギリス政府は主要都市に小学校を置いた。ラスコレーもその一つだった。プントランド教育省によると、 ラスコレイ地区には八つの小学校がある。ただしキシリド、ウルクシードなど、ラスコレイ市の東の地区ばかりであり、ラスコレイ市内への言及はない。ラスコレイはカダリア・バハン関連地図、ラスコレイの西 20km の位置には、ゲルウェイタの壁画があり、数千年前のものと見られている。ラスコレイの北東数 km の位置にあるカリンヘガネ、には、約2500年前のものと推定される。 洞窟画があり、実在する動物、空想上と思われる動物が描かれている。カリンヘガネの壁画は、ラースゲール洞窟壁画と似ており、エチオピアン・アラビアン様式と考えられている。ただしこれらの遺跡について、まだ十分な調査は行われていない。また、発掘物の盗難も行われている。中世の砦の遺跡。ラスコレーでは、旧市街の古い建物が、 手つかずで残されている。13世紀、ダロットの氏族ワルサンガリの領主、リドヒンが、ラスコレーを中心に勢力を伸ばし、君主の称号として、ガラードを名乗った。19世紀のガラード、モハムドア・リシャヤは、1886年にイギリスと同盟を結んだ。さらに1897年、称号をスルターンと改めた。しかし、イギリスは、 ソマリ人居住地区をイギリス領ソマリランドとして保護国化したので、サイードムハンマドがダラーウィー市国という外国排斥的な組織を作ると、そちらに参加し、1908年にはイギリスと敵対した。しかし1920年になると、イギリスは第一次世界大戦でノウハウを得た空爆を使い、バルサンガリを含めてダラーウィー市国は壊滅し、シャイアは国外逃亡後に、 イギリスに逮捕され、セイシェルに流された。1928年に帰国を許され、後に名誉も回復されて1953年には大英帝国勲章を授与されている。1988年にソマリア内戦が勃発。1991年、ラスコレーの西部でイサック氏族がソマリランドの独立を宣言した。1998年、ラスコレーの東部で マジェルテン氏族がプントランドの独立を宣言した。それぞれ独立当初は氏族が住む地域の治安維持で精一杯だったが、両国境に比較的早くに安定を確立し、ソマリーランドは東に、プントランドは西に勢力を拡大しようとした。両者はバルサンガリ居住地域のあたりで軍事対立した。一方、産業が衰退し、 軍事技術が上がったため、ラスコレーをはじめとするソマリア沿岸の港町では、海賊が栄えた。海賊行為は2001年頃から報告されるようになり、2005年頃から本格化した。2007年1月、バハンのワルサンガリ一族が、マーヒル国の建国とプントランドからの離脱を宣言したため、ラスコレーも参加した。しかし、隣国である。 ソマリランド、プントランドの双方から圧力があったため消滅した。ソマリア内戦が本格化すると、ソマリアから、あるいはエチオピアから隣国イエメンに逃亡する人が増え、イエメン対岸に港があるラスコレイは一時賑わった。2008年2月、120人近くのエチオピア人がイエメンであると騙されて、ラスコレイに捨て置かれたと報じされている。 2001年5月には155人を乗せたボートが転覆し80人以上が死亡した。プントランド警察は選手は最初から乗客を運ぶつもりがなかったと分析している。2008年6月終わりに隣国イエメンで海賊に誘拐されたドイツ人がラスコレーに監禁された。海賊と地元長老との話し合いの条件としてプントランド軍はラスコレーから撤退したが ソマリランド軍は海賊を包囲したと報じられている。2008年10月、オスロで北欧アフリカの核会議が行われ、ラスコレー開発のプロジェクトが採択された。2009年8月、ラスコレーを拠点とするソマリア沖の海賊がエジプト人漁師を捕虜とするが、その漁師たち40人が脱出に成功したとして話題になった。2009年10月、 プントランドを拠点とする海賊がイエメン沖で誘拐した4名を人質に取り、ラスコレー地区の山に立てこもった。海賊は交渉条件としてプントランド軍の撤退を要求し、地元の長老の仲介で実現した。その直後、ソマリランド軍が人質奪還のためラスコレーに侵入した。2012年6月2日、ソマリランド海軍は、 外国人が違法に資源を採掘しているとして、プントランド軍が護衛する外国船を攻撃した。プントランド側も反撃。プントランド側によれば、この外国船は港湾設備の回収の下見を目的としていた。被害は、プントランド側によれば死傷者なし、ソマリランド側によれば、兵士1名が負傷。別の情報筋によれば、ソマリランド軍が1名死亡、2名負傷。 2012年6月19日に、プントランドの港湾長官が、ラスコレーを訪問し、港湾整備のプロジェクトを進めることを約束。ラスコレー市長はインタビューで、ラスコレーは、ソマリランド、プントランドの双方が、領有権を主張しているが、両国境にラスコレーに職員を置いておらず、行政サービスも提供していないと証言している。2012年11月、 ソマリランド軍がプントランド派の民兵を追放。2014年3月、ソマリランド大統領がラスコレーを訪問。これがプントランド政府を刺激し、ソマリランドプントランド領軍の軍備増強のきっかけとなった。2014年の時点でラスコレーから東のカンダーラにかけての港では違法漁業と密輸が横行していると報じられている。特に、 イエメンのシクラから RPG などが密輸入されている。2015年9月29日、プントランド海軍がラスコレーの漁船を攻撃したと報じられた。2017年末にソマリーランドの大統領選挙が行われたが、ラスコレーはプントランド占領地であるとして、選挙区から除外された。安全保障研究所の分析も、ラスコレーは投票が行われたバファンと比べて、 プントランドの支配が強いとしている。2019年末には大雨のため街に通じる道路が通行できない状態になった。2020年2月25日、ラスコレー地区でソマリランド軍とプントランド軍の短時間の戦闘が行われ、少なくとも1名が死亡した。ラスコレー市内では戦闘はなかった。ソマリランド軍とプントランド軍の争いにより治安が悪化したため、 アルシャバブが力を伸ばし、ラスコレー地区のいくつかの村の選挙したと自称している。プントランド軍は11月2日からアルシャバブの捜索を開始したが、アルシャバブの目的はゲリラ戦でアリ村の高級選挙ではなかったため、相手が見つからずに難航。2021年5月1日、ソマリランド軍がラスコレー地区のワクダリアを襲撃し、17名を拘束した。ありがとうございます。